次は一部七夜の皆さんです。古典芸能のような和風の世界観を大切にしたチームです。我々を見かけたら歌舞伎の屋号のように七夜とお声かけください。今年は天才水墨画家と彼が大切にしている馬との絆がテーマです。皆さんこんにちは、いつむ長屋と申します。この会場風も強くちょっと冷えます。そして今雨も降ってきたなという感じを、実感しておりますが、皆さん聞いてください、この雨気のせいです。それではいつむ長屋の演舞参ります。ぜひ最後まで聞いていってください。我家計を望む者なり、いつむ長屋隅影の馬。方向でより積み影の馬の一石、ひふみよ、いつもだ。
部長屋の皆さん、ありがとうございました。